私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は信じる者は救われぬについてお話をします。酸化ストレスが上昇する病気がたくさんありますが、がん、エイズ、そして今そこにある危機について話をします。このビデオの用紙ですが、がん、エイズは酸化ストレスをたくさん出すことで体にダメージを起こしてしまいます。そしてあることを信じたために生じた悲劇について2例を挙げて説明をします。そして酸化ストレス上昇イベントを避けようという内容です。このグラフはマウスにがん転移を起こさせたもので、正常のマウスのレベルと比べて過酸化水素量、酸化ストレスが倍ぐらいに増えています。そして私の開発した抗酸化配合剤を投与するとそれを3分の1程度に下げられるというデータです。そしてがんと戦ってくれる免疫細胞活性、ナチュラルキラー活性というものがありますが、正常のマウスと比べてがん転移がたくさんあるマウスではこのナチュラルキラー活性が下がっていますが、抗酸化配合剤を投与するとそのナチュラルキラー活性を倍ぐらいに引き上げることができるというデータです。さて、信じる者は救われぬの症例1は皆さんご存知、アップル社のスティーブ・ジョブズさんです。この方は膵臓がんを患われました。しかしジョブズの膵臓がんは非常に稀なホルモン産生腫瘍で、ゆっくりゆっくりしか大きくならないがんだったんです。ところがジョブズはこのいつも黒い服を着て裸足なんですが、日本の忍者をイメージしているらしくてですね、ともかく日本のことが大好きで禅のメンターを信じておられたそうです。そして禅のメンターに膵臓がんにかかりましたと報告をしたら、禅を信じて絶食をしなさいと言われて、どんどんがんが進んでしまったと。そして最終的には手術を受けたんですが、その時には肝転移ができていて肝移植もしましたが助からなかったという症例です。もしも最初に分かった時にですね、禅のメンターのところに行かずにすぐに手術をしていたら、ジョブズさんは生きていたのではないかというふうに、膵臓外科の先生たちはおっしゃっています。信じる者は救われぬその2、ミュージシャンのプリンスさんです。彼はエイズだったんですが、キリスト教系団体の非常に熱心な信者でして、彼専属の牧師さんがいたそうです。そしてこの牧師さんはですね、このキリスト教団体の教えを守っていればエイズは恐れるに足りないと言って、一切のエイズ治療を受けさせなかったんですね。そうするとエイズはいろんな症状が出てくるんですが、その症状から来る苦しみや痛みを和らげるための鎮痛剤などを使用して、それが原因で亡くなりました。現在エイズに関してはウイルスのカクテル療法が非常に効果があってですね、適切な治療をすれば感染が分かってから30年以上生存できるということが明らかになっています。ですからプリンスさんもエイズのウイルスカクテル療法をしていたら今もお元気で歌を作っておられたのではないかというふうに私は考えます。さて、今そこにある危機ですが、これはとある映画の題名です。例えば皆さんのお家にですね、泥棒が家に入った後戸締まり強化をされますか？そして泥棒が入った後に安心安全な泥棒対策をやられますか？そしてその対策はですね、泥棒自体よりも危険なものの可能性もあるわけです。ですから現状を十分理解して正しい判断をしていただきたいと考えます。さて、酸化ストレスを下げるには炎症、酸化ストレスが上昇するイベントを一切避けてください。禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満糖尿病のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効です。またエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効と考えます。現在新型コロナワクチン副反応の症状に悩む方々へ抗酸化配合剤の無償供与をしており、2022年3月末まで期間延長しました。該当される方はこちらの URL より申し込んでください。
抗酸化研究室についての情報です。